ゆなです。めいです。ルラです。りさです。マリアです。ピンクだって D B 始まるよ。イエーイ。はい、ということで皆さん、今年ももう終わってしまいますけど、思い出はありますか、たくさん今年の。いやー、ありますね。ありまくりですね。私はいっぱいあるよね。みんなありますね。終わっちゃうよ。終わっちゃいますね。なんかあっという間でしたね。めっちゃ早く、今年早かった。充実してた。私たち受験生。そう、頑張って。一応ね。みんな同い年に出るけどね。皆さんもね、たくさん思い出があったと思うんですけど、ピンクラTVにもたくさん思い出があるということで、はい、今年2022年のですね、ベスト〇〇の動画を今日は発表していこうかなと思います。私たちまだ知らないんですけど、はい、早速ノーターさんにね、発表していただこうかなと思います。では、せーの、どうぞ。じゃあ、2022年のピンクラテ TV のベスト〇〇賞、まず発表していきます。はい、まず1つ目、あれだと思う、あのゆなちゃんのさ、お母さんあるあるのね。アイス発表されたらいいでしょ。一つ目、ベストリアル賞。リアル賞？ベストリアル賞。ベストリアル賞は、お母さんあるあるです。みんな元気なんで。最初から来た。すごい。言えずに言ってないよ、私。ね、すごい。リアルってそういうことか。そういうことか。なんでリアルだったか、ちょっとみんなお話ししてあげてください。いていずに、いつものゴールドロード、いつものゴールドロード。結構リアル感があったけど、うん、リアルにできた動画になってると思うよ。見たらわかるけど。見たらわかる。撮影がやばいんだよね。放送されてないですから、実はちょっとリアルすぎた。ちょっとリアルすぎた。ちょっとゆなちゃんの、ね、演技に熱が入りすぎてしまったり、いろいろ。ちょっとお話しすると、怒るみたいなシーンで、ちょっと怒りすぎた。お母さん役するね。お母さん役だから、これ。でも役だから、本物じゃないから。演技力がすごかったんで、迫力があった。みんな倒れまくって面白すぎて、すごいリアルだったみたいな感じで、さすがに放送できなかったんですけど、はい、編集の人にも見られてないですよね。編集の人はね、見てる。あ、やばいや、別に本性じゃないんですから。演技ですから。演技なんですけど、必死なんです。いつも違うよね。ね、否定してよ。いつも私は何だった？違うけど、マリアちゃんの様子が。マリアちゃんの、おかしいよね。マリアちゃん、あれ、そうだよね。確かにこれはベストリアル賞かもしれない。結構リアルみたいな。でもちょっと注意書き、米印、演技ですって書いておいてくださいね。もうお願いします。ベストリアル賞はみんな満場一致かな。お母さんあるあるで。気になった方はぜひ見てみてください。じゃあ次がベストわちゃわちゃ賞。なんだろう、わかるかもしれない。おっ、ちょっといいよ。多分マリアちゃん入ってきてからだと、マリアちゃんの自己紹介動画あたりめっちゃわちゃわちゃしたけど、マリアちゃんのキャラが意外にも濃かったから多いんだよね。ツルツルが好きです。インパクト。絶対それなんか、ね、ツルツルではない。ジョニジョニ。一応髪の毛はあってほしい。ないのダメ。長い男より短い髪の毛がいいって短髪で、でバリカンで、バリカンでちょっとツルツルみたいなイメージが出ちゃっただけ。出ちゃったか。なるほどね。じゃあ、はい、わちゃわちゃ賞お願いします。はい、2022年のベストわちゃわちゃ賞は、演技力対決です。ああ、でも合ってる、あのバリカンのやつ。あの、好きな男の子に誰が一番自然に声をかけれるの演技力対決。それね、レイラ対マリアちゃんだった。そう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 。マリア勝ったんだよね。
インパクト強すぎて結構ちゃんとやってたの、ちゃんとやってたんだけど、ね、インパクトで負けちゃうっていう追加力に持ってきた怖いよ好きな子にされるの怖いよあれがね、結構裏側でね、カメラに映ってない側でもみんなわちゃわちゃと、うんうん、してた企画かなっていう、ああいうのメイキングとかね、撮ってみたいよね。ああ、楽しそう。裏側の方が楽しいですけど、うん、何を演技するかをみんなで決めてってやった企画ですね、これは。全然ね、慣れなすぎてね、うん、ずっと笑ってたらね、じゃあ次のベスト〇〇お願いします、はい、次これ最後のベスト〇〇になります、はい、最後はベスト気合い入れたでしょう、なんだ、全部入れてるかな、気合い入れた、そうだよそうだよね、その中では2022年のど端的、これは気合い入れたでしょうだなって思ったやつ、体力テスト、なんか全員じゃなかったらうまい棒ですとか、確かにね、気合い入れたでしょう、全部です、全部で、そうだね、予想全部で、じゃあ2022年ベスト気合い入れたでしょう、発表します、で仮装大賞です、あ、確かにみんなガチだったね、あれはあんなにみんな可愛い仮装してくると思ってなくって、うん、すごいなんか可愛い動画になって、これは気合い入れたでしょうだなっていう、レベル高かったよね、レベル高かった、うん、普通にカチューシャだけで来る子いると思ってたら、みんなちゃんとそうなんか洋服まで、うん、そうガチだった、ガチだった、動物撮ったねゆなちゃんとかカラコン買ってカラコン、そうカラコン朝に買いに行ったんですよ、これは気合い入っちゃったね、入ってる、入ってる、ちょっと早起きして逃げてた、うん、新幹線で爆睡しましたじゃんけんの時とかもなんかまだやめなかった、あれじゃすごい、あ、これ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 一人やり始めた、みんなやり始めた、めっちゃ気合い入れた、気合い入れたね、うん、今からジャケする？ジャケする？見える？じゃあ見えた。そう。気持ち悪い。見えましたか？はい、見えました。いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。うん。これショッ。なんか大丈夫？大丈夫。じゃあもう一回。おいしょ。ガチはね。2023年の運勢決まりよ。じゃあ本当に大事なことがいっぱいあるんだ。本当に。めちゃだって負けたら受験。落ちるよ。負けらんない。よしよし。せーの。最初グー、じゃんけんぽい。パーマしたと思ったの自分、もう一緒、いきます、こっちだ、せーの、最初はグーチョキパイ、アイドルショー、アイドルショー、落ちる、皆さんも落ちる、落ちた、頑張れ、おめでとうございます、ありがとうございます、中学生になっていいこときますから、あ、じゃあ皆さんもこれぜひやってみてくださいじゃあいつやけどさ、なんか普通にやってるんだけど、マリアちゃんがめっちゃつまんない、体操選手なんだよ、かっけえかっけえこれもいつかまたベストな優勝になる、でももう終わっちゃうんで、終わっちゃうから、そうで2022年はこんな感じのピンクルーティー TV を、お世話になりましたお世話になりましたそれでは皆さん、やいやたしよー、やいやたしよー、ハッピーニューイヤー、ちょっと待って、バイバイ。